はい、どうもこんにちは。今回は1月末以降に向けてやっておいた方がいいことについて紹介しようと思います。まず1つ目がフラクタリンの貯金、2つ目が1月末のエキゾ武器バスティオンのクエストについてとなってます。それでは紹介していきます。まずフラクタリンですね。以前紹介したどこに捧げるっていう動画で、まずはじめにどのオベリスクに捧げたらいいのかっていうのを紹介したんですけど、シーズンが進むにつれてフラクタリンの入手方法も増えて集めやすくなってきたので、全てのオベリスク解放済みっていう人も今は多いんじゃないかなと思います。じゃあなんで今更フラクタリンの話をするかっていうと、勝利の道のりで大量のフラクタリンが必要になるっていうことが分かりました。その数が5000となってます。なので今のうちに集めておきましょうっていう紹介になります。 YouTube コミュニティの方で集めておいた方がいいかもっていうお知らせはしてたんですけど、今回改めて動画で呼びかけてみました。まあとりあえずそんな感じなので、まだフラクタリー集めてない人はオベリスクバウンティーやセイント14のバウンティーをこなしましょうっていうことなんですけど、この動画では、効率のいい方法は紹介しません。今後徐々に概要欄にリンクを貼っていくので、バウンティーの効率のいい方法はないかななんて探す場合は、まずこの動画を見ていただいて概要欄から探してもらうっていう風にしたいかなと思います。動画も生ものなので、せっかく紹介してももっといい方法が出てくるかもしれません。まあ、その時は改めて個々に動画化してリンク先を常に最新版にしておこうと思ったので、このような形を取らさせていただきました。はい、これでフラクタリーについては以上です。で次に、バスティオンですね。1月29日に解禁されるエキゾ武器バスティオンのクエスト過程において、スパイダーのバウンティーを10個完了させるっていうものがあります。で早めに欲しいっていう人は、まあ、時期が近づいたらバウンティーを溜め込むことで効率よく進められると思うんですけど、このバウンティーが2冠と手配犯どちらかなのか両方なのかっていうのは今分かってません。まあ、手配犯バウンティーが必要になった場合は、まあ、ゴーストのかけらを消費するので、まあ、破片がない人は岸辺でパトロールしたりとか公開イベントこなしながら今のうちに貯めておいた方がいいかもしれません。また手配犯系の動画に関しては漏れがなければ全部動画化はしてるので、フラクタリン関係のバウンティーの下の方に再生リストのリンクを貼っておきます。よかったらご利用ください。バスティオンの準備に関しては以上となります。はい、といった感じでバーッと喋ったんですけど、まあ、こんな感じで紹介は以上となります。あとは概要欄からお探しください。最後までご視聴いただきありがとうございました。ではまた。